こんばんはまあ今日もね今週の初日が始まりますね月曜日でまあ私もねあの楽しみにしていましたねこの時間をまあ,あの予想してた通りね展開通りあり勝ち下げでまああの金曜日ね夜中に勝ち上げした理由がちょっと私には理解できなかったんですけども まああの、2、3日前からね、あの、ウクライナウクライナ、金箔金箔っつってる間にね、なんであんなに勝ち上げるのかな、みたいなね。まあやっぱりあの、誰かが負けてくれなきゃいけないんでね、ファンド税のはめごとっていうだけで。まああの、久しぶりのね、141円の高値とか、まあドル円なんかもあの、急上昇して、ポンド円なんかもね、何もかも高値で。で、まああの、普通にね、まああの、 ダウなんかも150ドルぐらいからどんどん下がってきて。で、まあ、あの、いつも通りね、土日の間にきっちりはしご外して。まあ、買ってる方はね、ちょっとかわいそうなんですけども。まあ、あの、私のね、放送金曜日見てくれたら、あの、まあ、さすがに買ってる人いないんじゃないかなと思うんですけどもね。まあ、いてほしくないですけどもね。まあ、やっぱりあの、今ね、あの、もう確率でいかなきゃいけないんで、 やっぱり金曜日買うよりも売りを持ってた方がね、やっぱりまあ今週はあのユーロ圏のね、ドラギ総裁も出てきたり、何らかの形で結構上がるネタよりね下がるネタの方が天候盛りだったんでね、ファンダメンタルが。で、ああ戦争とかね、やっぱりロシアがガタガタやってますから、ああパラリンピックとかね、あんまり関係なくガンガンで まあ,あの本当にね、あの、ヨンヨンさんとかね、みんなあの、ポンド円、ポンド円とかユーロ円とかね、あの、売りで踏まれてたっていう方も朝起きたら、うわーみたいなね、こんな儲かっちゃったって人も多分大勢いたんじゃないかなっていう。まあ私のはね、あの、まあちょっとユーロドルだけはね、反応が鈍いというか、まあユーロドル以外はね、みんなあの、かっちん下げで、協力下げでね、 あの私は嬉しいですね、私のあの時間の問題で帰ってきますし、まあ今日も朝からね、もう内職仕事して、35、五6万儲けてるんでね、まあ、この時点でもほぼまああの勝ち確定みたいなもんなんで、まあ、ブログ更新時があの40、確か2、3万だったと思うんで、もう今、441万ぐらいあるんでね、もうほぼ勝ち確定みたいなもんなんでね。 まあ、あとは時間の問題で、ユロドルも、あの、お帰りなさいって戻ってくるんでね。あ、背景ね、今日は、あの、ユロドル持ち越し決済。あ,あ、白さんね。立派なセットですかね。は、まあ、背景変わった。はい。こんばんよろしくお願いしますね。あ,あ、白さん、武さんね、恐る恐る売ってね。 まあ今ちょっとチャットね、今喋ってばっかだったんで、あ、少しですがユーロプラスで、あ、よかったじゃないですかね、嬉しいですよね。44三なんか、もしかしてオーバーナイトしてたら大笑いだったんじゃねえかななんて思って、ちょっとブログには書いちゃったんですけどね、今日ね。まあ本当にね、あの、最近もう、あの、まあ、はめごと相場なんで、どうしてもしょうがないんでね、この相場展開はね。 もうチャートというかね、テクニカルっていうよりも、戦争だとか、利上げだとか、利下げだとかね。まあ今日もはなんかあの、ロシアの株が急落しちゃって5年の中で一番下がったっていうことでね。なんかあの、通貨なんかもあの、なんか5%か7%まで金利上げたりとか、なんかいろいろね、なんか採掘してるみたいなんですけども。まああの、そんな感じであの、 こんばんすまあ私もね今日はあの440万にね到達しててまあ今日全リーグしたいですよね皆さんと目の前でねまああのチャンスあればね短期トレードもガンガンしてきますんでそしたらじゃああのね今日もこれからね今週一発目頑張りますんでよろしくお願いしますトレード画面いきましょうねはい こんな感じで、ね。サジットかっこやリンゴさんもね。はい、ジェイさんも。シドニーでレート見て。<laughs>